宿ついて、なんか、なんていうのこれ。なんか別荘みたいなやつを貸し切りみたいな感じなんだよね。これ、いわゆる。まあ、旅館っていいのか。コテージ。コテージか。そう、それでなんかスタッフさんもいて、みたいな。最初スタッフさんに部屋案内されて、で、俺ら、バドキョーカーが後からついたんだよね。いろいろ買い出しとか、俺らがして、愚痴つぼカー先についてて、で、なんかまあ、な正直愚痴つぼカーなんか車の中で待っててくれるのかなとか思いきや、やっぱそういう部屋のファーストコンタクトってさ、楽しいじゃん。愚痴つぼカー全然部屋なんかもうすでに見まくって、まだそこかみたいな。おいおい、まだその反応かよみたいなさ、そういう感じの顔しやがって。おいおい、もっとすごいとこあるぜみたいな。お酒手遅れだったら笑ったって。そうよ、なんかディスコードでこれ買ってきてみたいなこと言ってさ、めちゃくちゃ重たいカゴ2つをドンってコンビニのレジに置いた瞬間になんか電話来て、ビールめっちゃあるわみたいな、氷もめっちゃあったわみたいな。一番タイミング悪いとこできたよね。買ってたらもうなんかさ、まあいいかみたいになるけど、ピッてする瞬間に言われたらなんか取り下げるかみたいな。